飯野野屋宮,宮は、静岡県浜松市北区の飯谷にある神社である。旧社閣は、官兵中社、県務中校十五社の一社である。明治維新以降、県務中校に、功績のあった南朝方の人物を祀る神社が、数多く創設されたが、そのうちの一つである。後代醐天皇の第四巫女で、南北朝時代に、政党将軍として、関東各地を転戦した。 宗永親王を祀る。社殿の背後に親王の墳墓がある。新門の理科門は家人としても有名であった宗永親王の家集、理科集にちなむものである。創建当初は宗永親王をシャッと言ったが、明治5年1月23日に地名より飯野野宮,宮と改称された。堅務中高に際して宗永親王は南朝方の皇族として、 関東各地を転戦し、厳中2年8月10日に飯谷で皇居、同所に墓所が建てられた。新郎が、同所滞在中、両主の異動生と、飯高明に助けられたとの伝承から、明治2年、末江の飯直則が、飯谷に、胸長新郎を祀る神社創建を出願し、明治天皇より直居が下る。明治5年2月12日に鎮座祭が神儀賞の、 役人によって行われた。はじめ社格がなく、新館を置かず、区内省式揮部の役人が妻子を執行していたが、明治6年6月9日に、白峰宮、鎌倉宮と共に、官兵中車に列せられた。ありがとうございます。